はい、レオンです。今回ね、先ほどは Wi-Fi 接続方法をちょっと解説したんだけど、今度は Wi-Fi は利用せずに、テザリングって言ってね、Bluetooth ペアリングでインターネット、この DT Ultra 2とこの iPhone とかAndroid のスマートフォンをペアリングで Bluetooth ペアリングでね、接続する方法なんですけど、テザリングっていうのはまずこの設定方法がね、 Wi-Fi は無視してこの歯車のこの設定方法、ちょっとこれメールアドレスが載るんでね、最初にで、この Bluetooth っていうのところを項目をオンにして、俺もペアリングしてるから Bluetooth で、下の接続設定っていうやつをこれ Bluetooth っていうのをオンにしないといけないんだけど、でその前にこれちょっと Bluetooth とこの iPhone 側でこれをオンにするんだけど、最初にこれをオンにした方がいいのかな。これも同時にオンで、で DT Ultra 2っていうのを接続済みって今なってるんだけど、こうやってBluetooth ペアリングできてるんで、で一回戻るんですよ。戻って、そしたらこの渡辺真由っていうこの iPhone がペアリングしてるスマホ、なんか iPhone なんかこれこうやってここクリックできる、これ接続、これを下はインターネットアクセスオフになってるんで、この接ここでもいいんだけど、接続っていうのを押せば下がオンになるんでね、これでインターネットが環境接続可能になるんで、で確認するのはこの iPhone 側のこのコントロールセンター、 iPhone 8 Plus までは下から上にスワイプでコントロールセンター呼び出しで、 10からはこの右上斜めですね、こういう感じでコントロールセンターなんだけど、旧式のやつはこうですね。でこの Bluetooth の上はモバイル通信でしょ、で下の Bluetooth を長押しでこれモバイルデータ通信オン、 Bluetooth オン、2個のデバイスってなってるんだけど、この HelloWatch 3 Plus も Bluetooth 接続されてるんで、これもで下のすぐ下のインターネット共有1件の接続っていうのがこの DT Ultra 2とのインターネット接続がオンになってるんでっていうことなんですよ。でこれで一応インターネットの接続方法確認ですね。これでこれはね、さっきも話したんだけど、このクロン DT Ultra 2クロンデュアルシステムって言って、 Android モードと Bluetooth システムっていうのなんだけど、デュアルシステムってこれ Android モードは Wi-Fi とかいろいろ音楽楽しめたりいろいろできるんだけど、電池の消費が激しいんで1、2時間ぐらいしか多分持たないと思うんで、使い方にもよるんだけど、で Bluetooth モードっていうのはWi-Fi 接続なんか一切できないんで、音楽も聴けなかったり動画も見れなかったりできるするんだけど、その代わり必要最低限のスポーツモードを利用したり、要するにスポーツの運動の記録取ったりとかできるし、電話の通信受信送受信できるんで、であとストップウォッチとかいろいろありますよね、いろんなそういった機能、そういうのは必要最低限の利用できるんで、で電池も Wi-Fi なんかは利用できないんだけど、テザリングもできないんだけど、 Wi-Fi と Bluetooth が利用できないのかな、 できないけど電池の持ちがいいと思うんで、でこれ一応 YouTube まずちょっとやるんだけど、あれインターネットにこれねよく切れるんですよ。切れる場合は一回ね、この
これをクリックして接続されている、今接続されてるから今こういう感じでできる。ちょっと遅いんだけど、普通早いけどね、時間帯にも多分よると思うんだけど、こういった感じでインターネットもできるし、これのレオン、これは俺の作成した動画のリストですね。今から今くるくる回ってんだけど、これ HK ウルトラ1かな、これは DT ウルトラ2、これ HK ウルトラ1返品したっていう動画かな。またたくさん撮ってるから、後から今日今撮ってる日時が8月18日日曜日正午なんだけど、ちょっとゲオ行って Wi-Fi 工事機でちょっとやっていこうかなと思って、快活クラブ行きたいんだけど、まだお盆、今日までかな、お盆の料金なんで200円ぐらい割り増しなんでね、来週ぐらいですかね、行くとしたら。これこういう感じでインターネットも利用できるっていうことでね、でこれが Google プレイになってるんで、プレイストア。トップページ、これはマッチングアプリ、Wiz。よく宣伝やるんだよね。結構やってるよね。サマーソング。こういう感じで。感じでこういう感じですね。はい、以上ですね。今回ね、自宅にインターネット契約してなくて、で Wi-Fi 環境がない場合は、ない場合のこの DT ウルトラ2とこの iPhoneとか、Android のスマートフォンで Bluetooth ペアリングで、テザリングでのインターネット接続方法をね、解説してみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。また今日はちょっとこの2本だけにしとこうかな、ちょっと忙しいからね。また撮るんでね、できたら撮るかもしれんし、ちょっとわからないんでね。はい、失礼します。